たし。今日ここで、この日私は和田前にそれぞれ自分の思い出や思いを書いて発表しようなんて言い出したものの、本当は自分自身何を書いて伝えればいいか分かりませんでした。小さい頃の私は内弁慶でおとなしくて泣き虫で、幼稚園や学校では友達と遊ぶことができず、一人でお家の庭で遊んでいたり、学校でも幼稚園でもみんなの輪に入って行けない子供でした。今もそんなに変わらないところは、私友達いないんで。生まれていたのかもしれません。子供の頃はどんなに表現の場を与えられても、自分の思いを人に言ったり見せたりすることができない。習い事もピアノ、お習字、そろばん、どれ一つとっても何も続いたことがない。唯一ピアノだけは他のものよりは続いたけれど、目的もなく成長していきました。しかし小学校5年生の時、大好きな先生が担任になり、それまで猫をかぶっていた私は急に今のような聡明な性格になったのです。それでもそんな私はマイペースで、友人からも親からも何を考えているのかわからない。でもそのはずなんです。だって何にも考えていなかったんですもん。時は経ち、早くに結婚をし、まさかの子供にも恵まれ、なんとなくやっていた司会の仕事もなんとなく順調で、なんとなく自分の人生がは
自分の夢や道を見つけるのがあまり早くなくて、本当にできるの？と周りに言われ、自信はなかったけれど、できると言い張ってきました。だから次の目標、別の言語で仕事をするということも目標にしたいと思っています。喋る仕事、言葉を通してたくさんの方々に支えられてきました。性格が悪い人って友達と呼べる人がいなかった私ですが、お仕事の輪を通してたくさんの出会いに感謝をしています。そしてこんな私をずっとずっと見守ってくれている唯一友達と言える人にも感謝をしています。私の私、どんな時でも今が一番楽しいと思える私の私、これからもよろしくお願いいたします。初めてです。不覚にもという感じで、矢沢が聞いたら何て言うかすいません。はい、じゃあそれに沿った歌を